こんにちは、ベンジです。天柱くれないの続きをやっていきます。今回は、あやめ。ていうか、もう、右端の方に来てるから。ね、もう、そろそろ終わるんじゃない？もうちょいだよね、多分。先に使いに出した、リンとミミズクがいる場所を目指せ。あ、やっぱり前回のこの、リンちゃんの、覚えてますかね？最後に、いや、無事だったんだって言ったのが、ここに繋がるわけだ。その前の話なんだね。右にあるけど。まあ、行ってみましょう。鈴を手元に取り戻し、向かうは一郎獅子屋の席。忍びの腕を見込んだ上で、文は紅屋に預けた。全てを信じるわけにもいかぬ。相手が忍びの身の上で全てを信じる馬鹿などおらぬ。相場の席にはたどり着く。そこで見極めるほかない。しかし何やら気がまがまがし、どうにも風が気が臭い。楽には来させてくれないらしい。第9話、関越え道中敵用紙。さて、どっからなんだ？関所に向かってる途中なの？あ、これ何？神妙丹10個以上持ってたんだ。いいよ、2個持ってこう。凛の元へ急げ。所詮油断するべからず。おっと。一人の敵に執着することなかれ。やっぱり敵多いな。まあ、敵多しって書いてるしな。所詮油断するべからず、ちょっと、怖いんだけど。熊、うおちょっと、ちょっと、ちょっと。危ない。逃げるのかいっつったの。逃げてねえ。あれ。うわはは。ひどいっす、ひどいっす。やべ。うわ。うわ。うわ。やべ。神妙丹の出番だ。危ない。よっしゃえ、来いや。うわ、投げ。ここやっぱりすげえ勝利落ちするな。うぅ。つ。いや、ちょっと、ちょっと。ちょっと、なんだ今。なんかもうちょっとで死にそう。はい、行きます。うわ。一回転攻撃。いいね。うわ、そこ掴まれんの。おられた、おられた。うわ、何それ、そんなあんの？うぅ。投げ、いや、すげえな。攻撃の途中で投げてくんなよ。いや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 。チャンス！いえ！使わして、使わして。頼む、頼む。はい、よしよし。かき上げ動作マジ無駄。よしよしよし、一人倒した。はい。いや、これガードされるってやべえ。ガードが解けるのこれで
待つか。いいね。ヒットアンドアウェイ。っていうか、あの坊主、ガードできないんじゃん。うわぁ。だからさ、攻撃の途中でない。バカがいる。バカは俺か。あの侍と1対1なら、わあ、ガードできんじゃん。これいいよ。よし。お？何？逃がした。これ以上はやっても無駄だよ。意外と利口だったね。今のは正しい判断だ。いや、つうかさ、あの侍が最後に残る想定で作られてる。あ、死にようと思ってる。なんか喋ってる。どこに？いや。俺からは見えてない。逃げよう逃げよう。逃げよう。どんどん逃げよう。うん。こういう時は。消える。あれ。あれ？あれ？よっ。やっとせ。よいしょ。壁沿い行こうか。近いよ。いた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 。え？違う、これタケノコだ。あ、いたいた、奥にいた。あ、これだ、応援機能。あやめだった。うわ、強い人だ、これ。よっしゃ、あ、敵チケ。めっちゃチケえけど。ああ。どこ？下だ、痛い。うっそ！いや、もう、うわ。二人がかりや。やばい、やばい！いや、ちょっとずるい。三人。勘弁してけろ。バレてる？バレてる。よし。これで大丈夫でしょ。大丈夫？うわ、は？あ、投げやってみよう。投げた！うわ、投げられた。やっべ！よっしゃ！落とした。登ってくっからな。いいんじゃない？いやー、もう神妙たんないからね。さながらかくれんぼですね。よし。うわ、首が、首逆向いた？うわ、すげえ。逆向いてる。いる？あれ？近いんだけどな。
下か。え、めっちゃ近いけど、どこ？二人いるからな、あと。こっちか。え、ここか。え、いる？あ、ここ。え、違う。あそこになんかアイテムある。あ、いたいたいた。ユニク。いや、おい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 。そらねえぜ。うお、まだ青札だ。そういえば、書いてたね。一人の敵に執着するなって。いた。お、後ろに、いなかった今。あ、ちょっと待って。あ、違った、これ、タイマーすると。印刷シーン、飛ばせんじゃん。いや、あんまり飛ばしたくはねえけど、本当にやばい時は飛ばした方がいいよ。どっから見られてんの？さっぱりわからん。あっちか？いた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 。あやめの目が良くなってなかったら見えなかったよ。んだら、こっち側から行こう。ああ、見られた。これで。今俺を見たのも違う。違うやつだ。もう一人いるぞ。いたーいやー、きっちり。まずこいつからだな。おぉ、こっち見た。こっち来た。おぉ、バレる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 。よし。いや、あのハゲこっち向いてねえか。見てる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 。あ、そうだ。今分かったばっかじゃん、飛ばせるって。やべ、逃げらんねえ。おりゃー。そりゃあ、そりゃあ。で、すれ違おう。あれ？追っかけてこねえ。すごい処理落ちた。持ち場に戻った？戻れねえんじゃねえの、あいつ。結構高い場所だもんね、あいつ。戻ってる、戻ってる。あ、二人いる。ねえ、手やんで。見えてない。うわ。やられた、やられた。誰が見てんの？下のやつか？危ねえ。いや、ほんと目いいね、この人たち。いや。入ったな。うわ、マジかよ。超むずい。あいつ、今、仕留めとくべきだな。あぶね！うい！
完璧なタイミングで印刷したら、4つもらったな、今。あれ？ここのやつか、今倒したの。なんかちっちゃい鳥居あるけど。何これ？え？これ何？このちっちゃい鳥居何？まあいい。隠れミッキーみたいなもんか。ここの通り敵いそうだよ。見えてないけど、いたんだろう。やべえ。え、マジどこにいたの？あ、このアイテム。地雷か。え？マジ、誰か教えてくんね。どこにいる？どこにいたの君。殺す。あいつマジ名誉すぎる。落ちてった。こっち行くのね。見えない。左側だ。左側。あ、いる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 。見てる見てる。こっち向いてるよ。ええー。あっち向け。よし。いけるけどさ。よし。ああ。飛ばす。犬がいる。俺には見えた。ここに。ほら。犬。ほんと可愛い犬だな。犬か、今気づいたの。これさ、上から行けないの？いけないね。あれ？俺、どこ向いてる？こっちか。あ、いけんじゃん。ねえ。犬畜生はどこ行った？あそこか。いや、どんどんあっち行くな。戻っといで。フェス。フェスこっちだよ。うわ！あの犬、クナイ加えてない？忍び犬？忍び犬と呼ぼう。あのペースは。あ、不規則。不規則だね。あっち向け。止まっちゃったよ。え？なんで動き？この動き何なの？行く。いや。もうやだ。あ、区内はもらえない。で、上か？上だね。あれ？上じゃない？あ、ここに。こうか。え？こうじゃなくて。で、あー、ここより上はいけないか。無理だね。あ、こっち俺何のために来たんだよ。じゃああっち側か。こっちに階段がありそう。
ね。だここよし、何や骨、これで犬を誘導するんだったのか。え、ここ何だ。ここ？いや、無事だったんだ。あ、やっぱりあやめだったね。耳塞は？行ったよ。つい今しがた。一度面を拝んでやろうと思ってたのにね。まあいっか。あんたには礼を言うよ。突っかかってきたのはこれでチャラにしよう。この人の顔にも迷いがない。吉五郎さんと同じだ。同じだね。ん？何がだ？うん、こっちのこと。スルメイカとね。バカにされたよ、あやめ。え、何これ？あー、マイナス222ポイント。門前払い。すげえ見つかってるもんな。あ、全部倒したけど、。いやこら、こらあかんわ。ひどい。そら何も覚えないわ。え、でもこれクリアしたことにはなんのかな。どうでしょう、門前払いでもいいんでしょうか。音ゲーだったら、あの、幕閉まってる感じ。まあ、大丈夫だね。門前払いでいいか。次はこっち行くのか。面白い。上縁張り供養。飛縁友情張り。もう、ほんと、端の方に来たな。もうちょいですね。はい、じゃあ次回はリンちゃんで行きましょう。まあ、このあやめはいずれ、免許会で、しときます。はい。じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。